こんにちは、ゆめいです。アクです。今日は話すだけの動画になるんですけど、なんでかっていうと、YouTube の動画で何ビザでいるんですかとか、どうやって、うちら今ニートじゃん。ニートというか、収入がないんだけど、どうやって生活してるんですかっていうコメントをいただいたので、動画を作ろうと思いました。まずビザについてなんですけど、今うちらは学生ビザでソラリアに滞在してます。で、今ラックンが大学院の研究生で、こっちでいうマスターっていうのをやってて、日本でいう修士課程っていうので、大学院でこう自分で研究して、それを論文にするっていう。合ってる？簡単に言うとね。そう、結局はそう、文章にして提出しますよっていうことで。だから、実際に学校に行って授業を受けたりすることはないんだよね、基本的に。今のコースは授業はないと。そうだから、このコロナで大変なことになっちゃったけど、ラックンはそんもなとにもね、とね、大学にはあ影響んまはそんり。な受けてない。ちょっと押されてはいるけど、いろいろスケジュールが。そうだね。でもそんなにすごい基本影響で的はなにいは自分でこう進めて文章、論文書いていくっていうのだから、そこまで影響はないよね、コロナで。その大学に関してないは。ね。で、私はそのラックンの学生ビザに乗っかってる。スパウスってやつね。パートナービザみたいな感パーじトで。ナービザではないんだけど、ないけスパど、ウスっていうのを載せられるから、ビザに。ラックンの、妻としてビザに乗っかってます。なので、私は実際学校にも行ってないし、学生ではないんですけど、ビザ上では学生ビザ。で、条件も全部俺の、そのビザの適用だから。で、働く時間も制限なし、な働し。ける。大体の学生ビザは週に何時間って働ける時間が決まってるんですけど、今持ってるうちらの学生ビザは制限がないので、フルでオーストラリアで働くことができるんだよね。で、私たちのビザは一応来年の9月まであと1年ね。私たちも将来オーストラリアに住みたいとは思ってるんで、近い将来ね、PR 永住権を取れればいいなというか、申請できればいいなっていう感じだよね。今コロナでメルボルンはロックダウン中なんですけど、私はコロナのロックダウンが始まる3月ぐらいにメルボルンに戻ってきて、もう戻ってきた頃にはもうコロナで大変な時期だったから、今も仕事はしてません。もう仕事に就くのが今大変だし、求人もないし、オーストラリア人でさえ今ね、仕事探すの大変な人いっぱいいるから、私はもうずっとオーストラリアに戻ってきてからずっとニートになってます。で、ラックンはテニスのコーチをやってます。でもな、全部スポーツ全般が、その今ずっ公と共できのっないていもうんのがね。全部できなくなってるから。から、2人とも、今は仕事ができない状況で、収入ももちろんないです。オーストラリア人と、永住権を持ってる人はサポートがあるんだよね、国から。国からお金結構もらえるんですけど、うちらみたいに学生ビザだったり、そのワーホリの人っていうのは基本的にはそのコロナのサポートが全くないので、結構本当に日本人、何人にもかかわらずね、関係なく。唯一の救済が、スーパーニュエーション、年早く下ろ金せをたね、下ろせるっていうのはっていう、少しオプションはあるけど、オーストラリア人に比べたらサポートはやっぱりないから、ゼロに等しいね。結構日本人も帰ったと思うし、本当にワーホリで今ね来てる人とか、学生ビザの人は本当に今辛い時期だよね。帰国しかほぼないよね。貯金がたくさんあってね、住めるんであれば別の話だけど、
まあ、大体の人は結構もう自分の国に帰るっていう、学生ビザの人もね、あのオンラインになったからコロナで授業がね、うん、だから自分の国に帰ってもまあ授業はね受けられるし、それかあのもう授業料払えないからって言って学校を辞めて帰った人もいるよね。でその今収入がない中どうやってね生活してるかというと、あのラックンの大学院から毎月あの奨学金をもらってます。でそれもあのコロナと全然関係なくてね、去年の12月に通ったから、それが申請が、ね、簡単に言うとラックンがすっごい前回のね研究の論文を頑張って、まあその奨学金通った、ラックンの大学院からもらってるあの奨学金はもう返金しなくていい、全部もらう、まあ、そのお金をもうもらう、留学生部門のやつだから全部学費も国が負担してくれて、そう学費ただで生活費をくれるっていう、そうだから本当に生活費出るのってすごいよね。うん、日本でもあんのかな生活費くれる奨学金とかって。だどうなんだろうね、どこまで出してるのかわからないけど、うん、かなり手厚いこの奨学金、うん、だって年間で2万8000ドルぐらいくれてるから、もうほんとちょっとした、まあ、収入って言っていいぐらい、うんうん、普通もし一人暮らしの人だったらもう結構かなりいい生活できる、ちゃんとあのバイトとか仕事もしてて、ちょっと仕事なんかしたらすごい余裕のある生活で気分くれてるから、そうそう、まあその分ね、あの大学からのあれであんま働いちゃダメとか働く時間決まってるけど、うん、うん、それにしてもまあ一応働くのは OK になってるから、そうだ、ね、ある程度の時間までなら。でその奨学金うちらは2週間に1回振り込まれる形で、月だいたい2000ドルちょっともらってます。日本円で言うと20万いかない20万いかないくらいかな、ね、初任給ちょっと上ぐらいもらえてるから、ね、じゃあ20万いかないくらいで毎月ね生活できてるのかっていう問題なんだけど、まあ本当にギリギリだけど、その毎月20万でなんとかね今のところ、今外も行かないし使わないから家賃だけクリアしちゃえば、そうで、まあ計算してみたんだけど今家賃が1300ドルくらい、まあ日本円で言うとだいたい10万いかないくらいかな、いかないか、そうで、まあ食費と携帯代と Wi-Fi、 まあ日用品合わせて1700から1900ぐらいね毎月その生活するのにかかってるから、うん、まあ貯金はできないよね今のままじゃ、まあ、まあね、ギリギリの生活してるから、できるかできないかのボーダーぐらいだね。あの、そう、あの切り詰めれば全然できるけど、うん、できるぐらいまでは持っていけるけど、まあそこまで無理やり今はねできる限りでいいかなぐらいだけど、貯金、うん、まあ、であとあのタイミングがいいことにタックスリターンがあったじゃん、まあ、あと大学からその助成金みたいなのが出たから、そうそう、あの大学からもコロナで学団2回になってるし長いからね、奨学金とは別口で、そう奨学金とは別で、あれはまあ政府が大学にお金を渡して、そうそうそう、大学からラックの方に行ってるんだよね、うん、そうそう、それで3回くらいね、うん、全額で言ったら、まあ、まあぼちぼちな量もらってるから、そう、それはありがたいことで、最初のロックダウンはやっぱ切り詰めだった、そう、マジで本当に最初のロックダウンは貯金ちょっと使い始めて、で私も本当に戻ってきたばかりでオーストラリアドル全然持ってなかったじゃん、うん、ほぼないなしで、だその中でやっぱあの大学からの助成金みたいなのはありがたかったね、うん、もうオーストラリアの政府には感謝しなきゃいけないよね、まあ、俺もお金もらってるわけだし国からもらってるわけだから一応、うん、フードリリーフ、うん、があるじゃん、オーストラリアにはフードリリーフって、まあ、コロナの前からいつもあるよねああいうのって、でフードリリーフっていうのはあのご飯が食べれなかったり、まあ、困ってる生活に困ってる人が無料で
ご飯とかをねもらいに行ける場所、うん、でいろんな多分団体あるよね、オーストラリアにも。あるある。基本はその団体に食料品とか日用品を寄付して、うん、でだからもうみんな助け合いみたいな感じで、収入得ようとしてる団体じゃないから、それから、うん、全部寄付、そうそう、全部ボランティアみたいな感じで、大体寄付とボランティアでやってると思うから。でうちらも2回ぐらいね行った、ロックダウンなってない時にね、うん、シティにそういうあの場所があって、であロックダウン最初1回目のこと来ちゃったっけ。まあロックダウン、まあ今みたいに厳しくない、シティに行けた頃、ね、まだ行けた頃、うん、そう。でもまあ仕事はできなくなった頃だね確か。そうそうそう、そう、家にいて、あそこ今が一番厳しいもんね、ロックダウン、うんうん、基本的に誰でも受け入れてくれる。あ、教会がやってたやつ。そう、教会やってたやつ。パンとかパスタとかお米、うん、野菜、お肉とか、まあ、冷凍食品、1週間分ぐらいバコってもらえる。そうそう、お菓子とかもあったじゃん、うん、いっぱい。であとトイレットペーパーとか、そう、日用品で、なんか赤ちゃんのさ、おむつとかさ、うん、お尻拭きもあったよね、確かね、うん、なんかどっかのレストランの残りみたいな感じだとか、ね、そうそうそう、か多分パンとかもうベーカリーから来てるやつで、ね、パン美味しかった、美味しいパンいっぱい置いてあった。段ボールね、いっぱいいっぱいくれるで、にくれる、持ってって持ってってって感じ。そうそうそう、これもいいよみたいな感じで、うん、もうそういうサービスがやっぱりオーストラリアにあるから。あれはやっぱでもほら、あのその留学生はかなり必要だから、今どっからもお金もらえないし、国に帰れなくなってる人もいるから。そうするともう家賃、ホームレス手前みたいな人結構多いみたいなから、うん、食べ物にも困ってたりとか。奨学金がなかったらもう今頃日本にいるよね。いやでも他に手がない、他に別に選択肢がないから、オーストラリアいなくても勉強できる。そうそうそう、だから、まあ、うちらも正直今オーストラリアにいる意味があるのかと言われたら、まあ、ないじゃないけど、あのそのやっぱり永住権を持ってないので、今国から出てしまうと、まあ、いつねオーストラリアに戻ってこれるかもう全くわからない状況だから、まあ入れるならいた方がいい、うん、今仕事もあるし、まあ、ここでね踏ん張ってはいるんですけど、うん、本当奨学金があってよかったなって今思うよね。まあ自分たちのできることはちゃんとやる。そうだね、ルールを守ってね、うん、しっかりやらなきゃいけないことはやる、家にいるっていうことだけだよね、うん、今。そうだね、あとはもう目の前のやれることだけをとりあえずやって、うんうん、あんまり落ち込んでてもしょうがないので。そうだね、うん、そうだ。ということで今日はここまでです。高評価、チャンネル登録もお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ。